はお稲荷さんです。僕は完全なるドリチンなのですが、すごく寒い日に向いてみると祈祷がありえないぐらい悪い色をしている時があります。言うならば血抜きをしたペニスです。こんな時は厚めの風呂に入って丁寧に血液を戻してあげます。このたまにね、こういう状態ないことはないですけども、本当に、我々、なんかでもびっくりするぐらい、本当に何やこの色はっていう色する時ありますね。あれはなんでなのか、その押さえつけられたことなのか、よからぬ方向におちんちんが行ってしまったからなのか、圧迫されてそうなってるのかわかんないですけども、ごく稀に、本当に紫色というか、なめくじ色というか、そんな色になってることがありますけども、ほっといたらまた戻ってるという不思議な現象ではありますけども、あなただけじゃないんで心配しないでください。ウェットストリーム。函館市ペンネームオーシャンからいただきました。例えば風俗の子と付き合えた場合、親にどういった経緯で出会ったかなどどう説明しようか、付き合ってもいないのに悩んでいます。悩まなくていいけどね、全然悩まなくていいんだけれども、これだから実際どれぐらいの確率でその風俗のね、方とお客さんとで付き合えるみたいなんて、どれぐらいの確率であるんでしょうね。それいつも考えるんですよ。風俗の方がお客さんとお付き合いしても、その仕事やめろよ、みたいな。俺の日本に絞れよ、みたいな。全然かっこよくないけど。なんかそんなんてあんのかなって。思ったりしますけどね。でも自分でもそこまでこうなんか、あ、今全然そんなこと考えんでいいのに考えてしまってましたね。君と同じだったよ、オーシャンと同じだったよ、恥ずかしい。ウェットストリー。鳥取県、ゆっはーわたるむからいただきました。何週間前の放送で、今まで風俗に使ったお金をトータルしたら今頃レクサスが買えていたかもしれないという方がおられました。私は2001年の大学4年生の時に初めて風俗デビューしてから、まめに利用した風俗の店の名前、女の子の現地名、サービス内容、金額などを全てノートにまとめてきたのですが、計算してみたら、この14年余りの間に風俗に費やしたお金は366万円でした。レクサスは無理かもしれませんが、中古のクラウンなら買えていたかもしれません。これも本当に考えたくないですよね。自分がやっぱりどれだけ風俗につぎ込んできたのかっていう。もちろん、安いとこもありましたけども、基本やっぱりそれなりの、料金のとこでしてきましたから。そうなった時に自分も一体どれぐらいのお金使ってるんだろうかと思った時に本当にゾッとしますよね。でもやっぱりどうしたってこう、ホテルで待つタイプなので、ホテル代がやっぱ我々の場合かかってしまいますから、我々としたのかまあ置いといてなんですけども、我々の場合はやっぱホテル型ね、提携してるホテルでの待ちになりますから、ホテル代もやっぱかかりますし、やっぱり女の子が来るっていう時間にやっぱり来ないですよ。やっぱり15分20分遅れてきますからね。そうなると、ホテルでの料金がやっぱそれなりに延長料金かかってしまうという、そうなってくると、まあ本当に3万持っててもちょっと不安になる感じすらあります。だから考えたらちょっと怖いなというふうに思ってるんですけども、
366万。でもこうやってつけてるっていうのは大したもんですよね。大したもんというか、うん、366万、35歳。35歳ですよ。で、大学4年生から。なかなか使ってますね、彼は。ウェットストリーク。山形県ペンネームサトゥーからいただきました。デリヘル嬢に水を用意して、帰り際に感謝の気持ちを込めて渡しましたが、しかし自分用で買っておいた缶ビールまで一緒に持っていかれました。慣れないことをするもんじゃないなと改めて思いました。これ君がバラバラにしとかないからですかね。それはだからそのまま袋に一回出してビールを出して女性の方に、これね、違うんですよね。帰り際じゃないんですよ。我々、また我々って言いましたけども、我々っていうのは誰を我々側にしたのか別としまして、最初にもう来た瞬間にお水渡すんですよ。で、お水渡して、やっぱりその、終わった後ももちろん必要なんですけど、終わった後はもうイソジンでうがいしはるんですよ。その後に飲む水ってやっぱりちょっとね、味も、変わってしまいますから、まず水でお口を潤してもらうっていう、その時にパッとも最初に渡した時に、そこからありがとうございますってすぐコミュニケーションできるっていう、そういう帰り際に渡すんじゃないですか。お疲れ様でしたじゃなくて、今日よろしくお願いいたしますっていう意味でのお水なんですよ。我々の場合は。だからあなたは帰り際にありがとうございました。感謝の、ね、ここに書いてます。感謝の気持ちを込めて渡しました。じゃないんです。これがそもそもの間違いで。だからビールまで渡してしまう。なんならビールはもうそこで景気づけに自分で飲んで、でもお水パッと渡しとくみたいな。そうするとちょっとした緊張もほぐれますしね。そういう感謝で渡すんじゃなくて、よろしくお願いします。はじめまして。お願いしますっていうお水を渡してあげてください。ウェットストリー。